1953年、伊藤隆二は、日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、鹿児島県大島郡立豪村生まれ。鹿児島県立、第二鹿児島中学校、第一高等学校を経て、東京帝国大学法学部に進学。定大在学中の1921年に、高等文館試験行政科、外交科で合格し、卒業後に、 外務省入りし、在韓公総領事官僚事官補。同期入省に、井口貞夫、田尻愛義、安藤義長、西村熊尾などがいる。外務省では、通商局第5課長、観光総領事、公安員家中連絡部分化局長を歴任し、中華民国大使館参事官を最後に退官する。1947年の第1回参議院議員通常選挙に、 全国区から出馬、変えながら、任期3年議員として初当選を飾った。直後に、民主党入りし、足田内閣で外務政務次官に就任。さらに、国民民主党、改新党と党籍を移すが、1950年参院選では、落選し、1952年の衆院選、翌1953年の参院選でも、政界復帰を果たせなかった。 1953年に、天見軍党が、本土復帰し、それに伴う天見軍党選挙区新設による、補欠選挙が1954年2月に行われ、伊藤も出馬したが、伊藤、安岡武久、金井正を、総前清泉義郎と有力候補が居並ぶ中で、法定得票数を得た候補が一人も出なかった、ため再選挙に追い込まれた。 4月の再選挙では安岡に次ぐ時点に終わったが、翌1955年の第27回衆議院議員総選挙で安岡を破り衆院初当選を果たす。その後は、天見軍東区の一議席を安岡と争うことが続き、1958年の総選挙、1960年の総選挙では安岡に敗れたものの、1963年の総選挙、 1967年の総選挙で連続して当選を果たしている。自由民主党では佐藤派に属し、党政策調査会外交副部長を歴任。また、第3次、池田改造内閣から第1次、佐藤内閣にかけて、経済企画政務次官、第1次佐藤第2次改造内閣から第3次、改造内閣、第2次、佐藤内閣にかけて、 自治政務次官を務めている。衆議院議員在任中の1968年3月28日、東京大学医学部附属病院で死去。69歳没。娘は弁護士、白川克彦と結婚。ありがとうございます。